先日はどうやって高校生として事業を始まるかを聞かれたんですけれども、いくつの提案をしたいと思います。まずは事業と何でしょうと解説したいと思います。事業は A から B、 今 A という悩みを抱えている人は B のところ、つまり解決のところに来たいんです。その辺のポイントは A という悩みをしっかり理解する。じゃあ例えばどうやって事業始まるか、自分は本当にエキスパートでしょうかと悩みを持っているあなた、朗報です。あなたは自身学校で乗り越えたもの、それを教えるだけです。例えば〇〇の成績が良かった、〇〇を突破した、〇〇のスキルを手に入れたというようなものを振ることができます。一番簡単な例と言ったら、もしあなたは自転車乗り方を分かったら、その自転車乗り方の教えを振ることができます。またはもっと簡単に言ったら、自分の紐の帳を結び方を分かったら、それを振ることもできます。しかしどんな業界であれ、一番金を儲けたいならこの3つを考慮しなければならない。お金、例えばあなたは他の会社にいて、もし僕を雇ったら 10% プラスをもらうよ、売上を、それだったら雇われる。2番目は健康、例えば誰かが太ってる、痩せたいなら、または〇〇の病気を抱えてその病気を治す方法を教えたら、それも売れます。ただ病気治すというのはちょっと法律に引っかかることがあるから、痩せ方とかフィットネスとかそれを売ったらいいかもしれません。3番目は恋愛、例えばよくあるのマッチングアプリというのも一般的な例です。あとは恋愛のコーチ、彼女をできるのは簡単だからみんなにそのコツを教えるよというの恋愛です。ちなみに恋愛もステータスであり、だから〇〇のステータスを手に入れるよということは一般的な考え方です。その中で一番構図としてみたら、それはマスロフのピラミッドです。マスロフのピラミッドの一番上のは自己実現、もしあなたはその自己実現というものを売ったら、それは一番高く売れます。あとは自分の知識の乗り方も様々な方法があります。例えば昔の YouTuber のヒカルさんは、自分の知識いろんなだから集まって、それをまとめて教材を売った。大体は2000、3000円くらいで、ネット上のサイトに載せたら、そこから自動的に売れます。もう一つはネット上で自分の編集スキルとかサムネ作りスキルとか、その他のスキル、プロモーションスキルの動画があったら、それをネット上で売れるのがファイバーというのフリーランスサイトがあります。そこでは自分のスキルを載せて、誰かがそれを買うと、あなたはその結果を出したら金をもらうというの仕組みです。もちろん後ほど金を儲けたら、ファイバーから人を雇っても良いです。次はショピファイということですね。それはネット上で自分の店を開いて、どっから商品を取り寄せて誰かに売るということですね。一般例は中国のアリババで商品を安く買って、それをアマゾンとかヤフーオークとかで売る。そうしたらその差をもらう。で、最初はまあ自分でもやってもいいし、後ほどは自動的に人はそれを買ったらすぐに売れるっていうような仕組みをセットアップできるのも魅力的です。もしそれは面倒くさいだったら、例えばアマゾンに行って安いところで商品を買って、高くなったらその商品を売ったりするところでその差を得ることもできます。もう一つは、天使も最初に使ったの Amazon とかアフィリエイト。アフィリエイトマーケティングというのは何でしょう？それは自分が商品を持ってない、また作ってないというの時点で何かを売りたいところです。あなたは自分の SNS である商品をプロモーションして、もし誰かがあなたのところにクリックしてるものを買ったら、そこから手数料をもらうようになります。最近一番流行ってるのは〇〇のアボを売ることです。例えば Adobe というのところでプレミアプロなどを買ったら、その人は毎月7000とか8000円を振り込むところで、あなたはそこからの手数料を毎月もらうようになる。それ以外の事業をできる方法が
たくさんありますけど、ポイントは自分が体験した悩みを実際に深掘りして、理解して、把握して、その解決策を得ることです。